はい、皆さんこんにちは。です。そしてハローです。そしてたーちゃんです。今回はじゃじゃん、最強でね、おみなち100巻大食い。イエーイ。なんか聞いて結構きついかなと思ったんです。うん、余裕すぎて、逆に苦しい顔見たい方はマジでスキップしてほしい。そんぐらい苦しくなる未来見えません。なんでかっていうとね、うちら朝ごはん食べてないので、今お昼過ぎなの。しかも全部好きなやつ、お好みのやつ選べたから全部好きなやつ。え、本当に足りないぐらいだから、あと100巻追加で注文できる準備だけ任せたい。わかりました。はい、計算ではさ、1人33巻じゃん。でもさ、普通に俺1人で60ぐらいいけると思うんだよね。すぐ買ってくるね。うん、買える準備だけお願いします。はい、早速食べたいと思います。いただきます。そういうこと、食べましょう。ちなみにハルト君は往復30分ぐらいかけてお寿司取りに来てくれました。ありがとう。いただきます。さきちゃんはマジ輝いてる、一番輝いてるグラを食べます。僕はウニいきます。いただきます。これってマグロ。うん、うん、うまっ。じゃあマグロいただきます。いただきます。うまっ。うまいよね。うん、じゃあ、数字こい、じゃあ、カツオの辺には。え、行くの。うん、あ、サンコ行って。うん、なんか、さっき、今日のお腹のスケールやばいよ、すごいじゃん。うん、無限。無限。うまっ。数えられる範囲に何巻食べたか、ちょっと数えて。3、今よ。1。じゃあ、見て、行くよ。やばっ。すごっ。いただきます。うまっ。苦手なものを押し付けるというか、誰が食べるか担当しようじゃないじゃない。俺、風の氷いくよ。俺多分ね、これサバとか、あ、しめサバね。あ、しめサバとか、アジとかも。ここの納豆の人がゆうちゃんいけるよね。うん、卵とマグロもあるから。穴が入ってないよね。穴があるよ。え、これ穴がじゃない。穴が入ってないんだ。それ今日今回入ってないです。そこと何じゃ。ちょいちょい寿司のネタ。これはもうここにあるんですけど、ひっくり返すタレですね。もうなわね。ゆうはここにある卵焼きです。ねねは白身魚が好きなんですよ。だから金目で炙り系が好き。あとタイとかヒラメとかブリとかそっち系が好きです。イカとかさっぱり系が好き。で炙りサーモンとか好き。炙りが超好きなんだよね。バーナー系が好き。バーナー系が好き。バーナー使ったら OK。ちなみにみんな腹何分なく聞こう。いっせーの、せー、6。え、もう終わりやん。最高お寿司何皿食べたことある？え、あった。多分4年前ぐらいのさ、なんか友達とやってさ、スシロー大食いでさ、23分ぐらい食べた。俺マグロだけで30皿食べたことある。そうだ、あれ、おばあちゃんと帰り寿司行った時に30皿食べた。30次何にしようかなと思って、もうさ、見ないで。あ、見る。やばい、ちょうどいい時に来たね。完成ですよ。それ忘れないで。ちなみに先日ダウンタウンデラックスで、はい、毎年恒例のなんか最強運っていうやつやってたんですけど、うん、あ、ふーちゃんの血液型わかんないな。オオカビ。オオカビだとして、何座？お座。おさきちゃんがサソリ座の、お、サソリ座の大型。サソリ座の大型は48中28。半分より下。半分より下。半分より下。あー、さあ。で、ハルト君が大し座の、B。大し座の B 型。7位。すごい、すごい、やばいね。なんか今回大牛座と双子座は上なの。ももじゃん。うん、いいわ。牛座も結構上。いいよ、ずっと O だと思う。なんか私の悪そうだな、さっき。もう学校3年生まず上がれるかどうか、そして大学が決まるかどうかの年ですから、今年。
監督、今年やばいかも。今年悪いよ、監督じゃない。何そのモチューブ。監督は今月受験なのね。はい。今月あと2。お前、帰って勉強しろよ。あと2週間後。お前、帰って勉強して寿司でも食べなくていいから。いいよ。帰りなよ。この運勢的にはちょっと大丈夫みたいな。うん、だから、大丈夫だと思う。運勢を信じる。ランタンデルクスを信じる。一回さっき占いしてもらったんですよ。初めて、人生初めて。当てはまりすぎて、みんなに当てはまることじゃないのよ。さっきだけなの。さっきだけに当てはまってることを言ってきてね。と思って。もうそれからもうハマっちゃって、占いめっちゃ行きたいと思って。行きたくない？アイススケートやってみたんですけど、全然滑れなかった。いや、もう初めてだったの、アイススケート。で、ちょっと転んだの、1回。うん、なんだ。さっきは？その後？その後？人生で初めてその後に行きました。板に乗って、雪に立てるだけでもうすごいと思ったね。最初、行った時、マジで足つけて歩くのも無理だったの。マジでもうなんかずっと鉄こうやって捕まってるじゃん。で、あのリフト並ぶじゃん。リフト並んでる時もね、マジで10回ぐらい転ぶの並んで歩いてるだけなのに、やばい、もうマジ早く帰りたいと思って。で、すっごい滑らかな雪山で頑張ってたんだけど、もう全然立てもしないのよ。座ったところから立てもしないの。マジですごい、早く帰りたいと思って。なんでこんな朝から来たんだろうと思ってたら、ご飯食べ終わった後にやってみようと思ったら、いきなり滑れるなんて、と思って。で、その次の日もその後滑ったんだけど、もう前の日の夜から早く雪を滑りたすぎて、もうムズムズしちゃって、滑りたいみたいな感じになって、そのぐらい楽しかった。でも命の危険5回ぐらい感じたから、ちょっと怖いです。え、行きたい、家族で行きたい。もう行きたいな、スノボ。もうちょっとだったら、なんか雪降るからさ、うん、柔らかい雪になる。硬かったの、めっちゃ。しかも人工だから。そうで、ふわふわじゃなくてカチカチだから滑るし、ふわふわだったらさ、あの、つっかかんないじゃん。わかる？ガグッ、ザザザってなんないじゃん。硬いから、もうすぐね、引っかかるの。で、すぐ転ぶみたいな。で、お尻めっちゃ痛いみたいな。だから、もっとふわふわの雪でやりたい。でも、スキーの方が断然多いやってる人。スノボめっちゃ少なかった。ハルト君は撮影で一回スキーしたよね。うん、で、滑れるようになったところで終わったもう全部見えるから、そうだ、嘘。もうお腹いっぱいだとね、喋れない。喋ったら8分になっちゃうから。そんなに、さっきまでの伊勢どこ行ったの。なんだろう、なんかさ、今日さ、めっちゃ食べれるようにしたんだけどさ、あと43。食べれなくなってきた。やばい、もうちょっと結構やばい。謎の家に来た。ママ、はい、食べていいよ。待ってて。食べたいでしょ。まだ食べたいから。待ってて、ごめん。うん。いや、あなたたちがもう超限界になったら食べようと思って。めちゃめちゃ限界。全然効かないね。まだいけるよ。本当に。待って、見て。これで限界はないよ。そしたらママ無理だよ、こんなに食べるの。スキップしてほしい。そんぐらい苦しくなる未来が見えません。めちゃくちゃ恥ずかしい。私たちの苦しんでる顔見たいし、すいません。飛ばしてください。どうしたらこうなってんのかな、俺が。このぐらい飛ばしてるし、今これでしょ。この部分でしょ。あ、ここ来た。救世主の登場。クリームファイター来た。みんなで大黒柱。来たよ。黒真っ黒でした。大黒柱だから。パパ。ママにプレゼントがあります。お仕事頑張ってくれたり、子供の面倒を見てくれてありがとう。ありがとう。大好きだよ。じゃーん。じゃーん。マジで嬉しいでしょ。うん、
ほら、だと思った。嬉しいっぽで喜んでる顔見れて、ね、久しぶりに見たね。うん、食べてぜひ。じゃあパパはこれマグロ3貫いける？いけるよね。いける。パパ、わさびがないんだもん。パパ、パパ、わさびないんだもん。パパ、めちゃめちゃ感謝してるよ。ガリバーあるけど、でも3貫いけるんじゃない？俺ならいける予感する。ほら、じゃあ全部3貫いっちゃう。じゃんけん、ちょっと待って、じゃんけん3貫していい？食に対してさ、本気に向かう人ってあんまいないじゃん。でも、いるよ、いっぱいいるよ。こういうところで本気出さないと、俺が本気出すところなくなっちゃったら。ジャンガチが何食べる？絶対にこれ俺。決まってまーす。決まってまーす。はい、パパはパパね。パパはさ。せーの、最初あげ。じゃんけんぽい。よし。それいきまーす。最後。わー。食べる。わー。最初あげ。じゃんけんぽい。さー。最後シャイマーでしょ。マグロ交換くるって。じゃあマグロ行こう。いけね。ラスト行こう。大丈夫、ネネがアンスだけど。せーの、うん、あ、はい、これせーの、うーん、あ、頑張れ。そう、そう、うん、ダメだ。頑張れ、パパ頑張れ、これ届いて頑張れ。パパ最後の焼きたてで食べます。正解、正解パパ。ということで、やった、完食。やった、おめでとう。美味しかったね。めっちゃ美味しかった。最高の贅沢企画だから。もう当分ね、美味しく長く多分食べれば。そうそうそう、顔は見たくないですね。なんかいい2024年のスタートが切れそうです。本当は3人で100巻行くはずだったんだから、新メンバー2人増えて、これ1回パパとママも協力したから 50% の金額を徴収したいと思います。こちらの半分、はい、あとパパとママ協力した。それおかしい。2万3000円なので1万1500円。割り勘ありがとう。ゆうちゃんが一番お金持ってます、この中で。では1人4000円ずつ、3500円かな。それで解決としましょう、この件は。やっぱりさ、ペナルティーは与えないとダメじゃん。自分は自分自身もらってお金ももらうとか、すげえやつだな。ちょっとあの年末年始こんな感じで食べ過ぎていますので、はい、皆さんあの食べ過ぎには注意してください。そうですね、皆さん、お疲れ様でした。お疲れ様。美味しかった、最高。はい、また入れたいと思いますね。はい、また入れたいです。次はね、なんかもうこんな感じにならないように70巻とか出して。すごい、まだ足りない。ラーメン行こう。みんな感じのテンションが俺は望んでる。はい、なので、ね、次までにちょっとね、もっとお腹を、胃を膨らませたいなと思います。そうですね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ヤゴドラこんな感じで終わりたいと思います。バイバーイ。はい、失礼します。ハロー、失礼します。うーちゃん、そしてもう限界だよ。バイバーイ。